誰が指示した？お前じゃー！なんでこうだった？お前じゃー！言ったん誰？お前じゃー！これ誰やったん？お前じゃー！絵描いたやつ誰？お前じゃー！どうするっすかこれ？大丈夫？多分大丈夫っす。これちょっと待って、マジで。じゃあ、エメイ落ち着きましょう。一回冷静になりましょう。え、これさ、エメイ君が、その、今日、ナンバーの方に遊びに、行ってたの、うん、行くよ。それ何番遊びに行くよ。はいはい、はい、うん、それでじゃあ家を出てたのが俺やな。これ今行くんですよね。俺出てきて勝手に入ってきたのが俺と山ちゃん、うん、お前ら二人勝手俺んちゃう、はい、でこれハンマーだけだ。誰なんだ。お前じゃあ全部お前じゃ。え、じゃあ、え、どうなの。え、結局その結局やけど、うん、じゃあこれハンマーであげたのこれ誰なの。お前じゃん。それはあかんやろ、先輩に向かって。ごめん。なんで何撮ってるん。すいません。これいける言うために生きてるようなもんやん、この人。これしか価値ないやん、どう考えても。はい、ね、これ言うためだけに。もうこんな、これ以外の価値ないやん。ちなみに、あの、糞にたかるハエの、糞にたかるハエみたいな。はい。糞にたかるハエの糞にたかるハエの尿道みたいな感じでしょ。そんな感じでしょ、今井くん。もう言ってください、尿道ボクサー。言っちゃうじゃん。言っちゃうでしょ、尿道ボクサー。殴られんのお前やんな。殴られんの。じゃあ山ちゃん、これ誰なの。お前じゃん。恥ずかしいんて言うね。これマジでやめ、もう車ドッキリ芸能ってもう、え、ほんまにやめてっつってんやん。もう大学カブトムシ書いたんだね。お前これカブトムシ書いたん誰ですか。カブトムシはゴキブリやろ。俺がここまで太った理由ってわかるよ。俺がここまで太った理由はもうほんまもう牛タンです。あ、このデブクソクソ野郎になったのはこのタンのせいなんですか。まあね、もう今からね、このガリガリ頭ししゃも野郎にもあのね、ほんまに美味しいタンをね、あの、届けていきたいなと思ってる。リスギャル！お前がつった目つった。俺、覇気持ってるんかな。うわー、びっくりした。おい、おい、え、なんか、え、なんかお前、俺一度、え、なんで。え、え、これ2階のテレビ。ちょ、もう意味がわからん。え、何がしたいか意味がわからん。ちょ、待て、ちょ、いい、冷静考えるって。何、誰なテレビとヒダ君入れ替えたやつ、誰な。お前じゃー。ちょ、ちょ、おい、そもそも死んでんか、あいつ。死んでるわけ。待て、ガチやばいぞ、これ。あいつ、おらんのはもう確定なんか、この世に。この動画のタイトル、逃げた死体。冷凍車でやった、これ意味わかるっすか。どういうこと。誰っすか、免許持ってないの。唯一チャンネルがあるので。お前、あ、車、あ、そういうこと。はい、冷凍車で運転車でこれ凍んないんすよ。これ簡単なんすよね。確かに。僕違います。僕違います。じゃあ誰が運転して凍らしたのかな。お前やろ。いや、俺じゃないでしょ、ガチで。はぁ、マジで俺知らんっすよ。お前しかおらんよ。いや、なんでやねん。俺最後来たんですよ、今日。俺が最後じゃん。いや、俺でしょ。お前しかおらんやん。誰来たの。俺でしょ。やめてまえよ。なんか実は公式 LINE 操ってんの俺っす。やろうな。やろうな。やと思った。俺っす。全部やってんのお前。だってお前にしか持ってない動画送られてたよ。うん、お前しかない動画やもん。独断と偏見でやりました。うん、やろうな。多分会社にちょっと怒られるかもしれないです。やろうな。でも MI 君がやったって俺言いますよ。なんでやねん。お前がってやろう。これでもほんまどっちが悪いやろな、結局。え、ちょ待って、ちょ一回まとめよう、マジで。ちょっと待って、これさ、 MI 君の電話番号を公式に乗っけたのって、これ貴様、お前じゃ。飛んだ飛んだ飛んだ前回飛んだ。よっしゃ。うわああ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 あ
で、これカメラ持ってんのが、これ撮影してんのが、これ、お前、お前。ああ、これ、いつもしょうもない。山ちゃんやんな。ほんで、これさ、一番最初に、穴掘るで、っつって、あの、呼び出されたんが、これ俺やな。聞こえたもんじゃない言うてたの。じゃあこれ穴掘られたん誰な？お前じゃー！お前でしょ。はい。あ、俺っすか。じゃあ弁償してもらっていいっすか。は弁償してもらっていいっすか。何げえ、穴掘られたん俺って言ってんで。はい。弁償っすね。結果変われへんやろ。え、何言ってんの？は？お前じゃ言ってんだから、お前言ってんの。え、じゃあ穴掘られたん誰っすかって言ったんですよ。お前よ。え、じゃあ穴掘られたやつっすよ。穴掘られたん今井くんでしょ。何言ってんの？どういうこと言ってんの？俺よ。そうバレるかな、笑ってごまかそうとすなよ。もっとひどいお仕置きだぜ。お前マジやめろ、ね、やめろよ。こいつがなんかなんかエマイ君物なくさんように、最近物忘れ激しいからっつって、俺やぞんな。ゲームセット。何ちゅう名人だよ。待てよ、待て待て待て、一回冷静な、はい、一回マジで、お前マジで、ちょっと一回マジ冷静なの。いや、ちゃうて、お前ちょ待て、マジで、ちょお前その感じくんなんてスタンスよ。お前らが、あ、分かってます。なんでこいつボコるってさ、もうそれでいいっすか。もう俺ケツ吹けど分かんないっす。こう先輩にこんなことしてる後輩を見て、お前が死んだらええじゃん。話はやない。はい、これは趣味です。どうしたの。もう、いやー、俺こういうの嫌い、嫌い、あー開いてるじゃん、ストリア。あー嫌い、こういうのすごく嫌い。こんな大きなその大会で間違えることある上が。え、だからその MJ 君は MJ じゃない。付き合い長いの。 MY やろ。 MJ じゃないの。間違ってるっすよ。言われた通りに作ったんですけど。上上上上の指示、ちょっと待ってくださいね。え、これじゃあ誰が指示したの。お前だー。おい、何してんのお前。お前が俺やん。満金出たわ。元チンコ飛んだわ。飛んだわ今ので。すみません、最初から取り直そう。リアクションが何が殺してしまいだろうか。もうほんまに危ないこと言いそうだね。ちょっと待ってよ。どこにあった。あー、え、ちょっと待って、一回冷静なの。なんやねん、なんなん。え、もう残ってるやんな、金。エメ君、もうあれラストっすか。ラストやな。で、エメ君のラストのお金を俺が抜いたやんか。はい。ほんで、それをカジノにワンベッドでオールインしたやんか。はい。で、それ負けたやん、うん、で、今飛行機取れてんの俺と山ちゃんの飛行機だけやんか。うん、俺ないな。で、お金なくてエマイ君帰られへん状態やんか、うん、なんでこんなんなったん。お前じゃー。えぐい、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 ちょっと待って、ごめんな、はい、テンション上がりすぎて、ちょっと潰してもらったらいいや。ちょっと潰れてるか。全体的にちょっと潰れすぎやろ。なんでこんな潰れてん。お前じゃー。全然嫌じゃないというか、別に、あれ、嫌ってどういうこと。嫌ってどういうこと。え、募金の企画じゃないん。いや、まあまあまあ、そうやけど、俺らは何も1円もしてへんけど。うん、はい、いや、別にそれは、おのおの気持ちって言って出しちゃったお金やから。うん、別に俺のお金を出されたところで、俺はもう気持ちであの場で渡したお金やから、それがなくなっても何の問題もなく。検証結果、ガードマンは男の中の男でした。お前これ何で俺だけなんすか。おい、ちょっと待て待て、マジで待て。お前ちょ埋めたるわ。おい、お前ライブしたるわ。ガード、待て、ガード、待ってんで、これちょ、大丈夫か、なんか大丈夫か。え、おい、大丈夫か。おい、やべえやべえやべえ、汚れてる。お前だ。お前やったんじゃ。ああ、スープラを現金にして、はいはい、駐車場止めといてくれた。あ、そうです。うわー、うっそー、ちょ、待て待て、うっそやろ。な、な、スープラ、スープラ、うっそ、現金にしたってどういうこと、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 ちょ、待て、ちょ、待て、ちょ、待て、ちょ、返せよ。何を。スープラじゃん。ロケやったん、俺。いや、ロケやってたな、みんなでな、駅つって。
ほんで、あれやろ車を持ってったんが、そう、俺がな、うん、車ここに戻るからお前に任したんだ、お前やな、はいはいはい、え、で、この企画の絵描いたやつ誰？お前じゃーこらーばー怯えて、あー、ちょっとお前組み立てたんだ、あれじゃそれで切って、うん、リアルに組み立てたんは俺お前な、うん、はい、で、で1万円くくったんだね、ガードマン、そうやな、はい、確かに1万円くくった、うん、踏んで、うん、エマイ君が来て、はい、で、エマイ君中入ってもらって、で、その中にその唾を入れたんって俺やんか、うん、だからこれ分かるよな、この機会考えたのもこれ俺やんか、うん、だからこれどっちが俺がもう明白やんな、うん、お前じゃー、家を壊すやんか、うんうん、家壊すのにも壊した家のお金と壊すのにもお金かかるから、ね、うん、ダブルにかかっちゃうからね、あれ、うん、笑われへんやん、あんな何やってん、無駄やん、コラって何もうまい飯食えんやんけ、おい贅沢できるへんけ、海外行けるへんけ、何してんねんお前、アホなんこの集団、3人持って誰も気づく、お前じゃお前じゃな、親が悲しむ、いや俺が悲しんでんねん、さすがにかばってんから、見てこれ見て、え、美味しい、楽しい、新しい、でもこんなことしてるのってアホらしいあ、誰か顔してくれないんですかね、お前じゃ第1回ギリリ MacBook フルスイングドッキリどうも、ガードマンです、キャピーン、来ましたね、エマイ君、はい、来ました、もうこれ、俺ら二人揃ったってことは、はい、もうなんか風車村の村長とヒグマが手を組んだみたいなところありますよねモナリザのバックブック、これフルスイングしたいと思います、はい、いいんすか、だいぶ溜まってるよ、俺あいつに、あいつのコーラスっつって、うん、なぜか俺の方が凍ってた、うん、誰が犯人かってな、おいおいじゃーお前やな、そう、すいません、うん、あの請求書書かしてるから絶対払えよ、いけいけ、だからなんなん、だから分かったから、すいません、ちょっと待って、え、どういうこと、何してるお前、どっか怪我してる、怖い、どうすか、怪我した、どこって大丈夫っすか、はガチ大丈夫っすか、はあ、すいません、まじ、まじ大丈夫っすか、え、マジ大丈夫っすか、起き上がらすな、ちょ大丈夫っすか、ついに投げんな、なんでこうだったお前じゃー、おい、どれ立ってんねん、ガードマン、ガードマン、携帯いじる、携帯いじる、ノー、ザレだお前じゃー、エマイ君外から入ってくんの、俺中から通してください、あ、いいよいいよ、行きましょう、ここから行きましょう、せーのよしよし、いいぞいいぞ、よしよしよし、エマイ君誰か殴ってんねん、誰だお前じゃー一から全部お前じゃこっちよはよ手伝えてえめ、ちょっと、えめ、ほんまに、おめえ、ほんまにちゃうぞ、口臭い関係ないやろ、今ほんまに、ちょっと、落ち着きましょう、何かいちょ、山ちゃん、やりすぎやろ、お前しかおらんやろが、マジでなあ、ちょっと、俺ガチ行くで、お前ら任務音鳴らしたろかお前わあ！お前やこれやったらガチ、え、これできるわけないやん、俺お前やんけ、これな、あるやん、やってんやん、いられたんすよ、すれ違った時になわけないやん、ちょ、お前マジで俺じゃないよな、すれ違ったよな、すれ違った、なんでお前知ってんねん、おい、これやばいぞ、これな、なんでクソガキとすれ違う、マジでクソガキ、それどんなやつやん、特徴言えや、え、なんかね、あの黒のパーカーで、うん、あの黒マスクつけてんすよ、うん、で、あの中に白のパーカー着てました、うん、お前じゃ、え、全部お前じゃ、着せられてる、黒のパーカー、重ね着、黒マスク
着せられてる、はい、しんどいわこれもうこんなばっか毎回されてたら俺マイ君骨折れてるから絶対マイ君ではないよな、うんうんうん、でも日々やけど俺ではないよ、うんうん、で山ちゃんはマイ君とじゃあずっとおったってことで、うん、じゃあマイ君ではないよな、うんうん、俺ではないよで俺実際にあのトイレ行こうとしたんやんか、うん、でその時にあのハンマーが落ちててでそれ拾ってん拾ったでそれでボーンってやってんけどこれ俺ではないお前じゃん初めて聞いたわ、ちゃんと全部言ってんの。ハンマー持ってボーンやって言うてんやん。言ってないっすよ。やばいやん、魚やん。もう記憶ないやん。え、これ魚とか言ってるけど、マジで舐めてる？舐めてる。どういうグル？え、ね、これは違うっすよ、ガチで。だって俺当てたんここやもんな。はい。だってここやったん滋賀でやったもんな。もうここの。まあ、滋賀の時にやったっすもん。だからそれは言ってんねん！やってるやっちゃったら池でせなろなるかえ、あれっすよね滋賀に旅行行ったのはこれ、エメイ君っすよね滋賀に旅行行ったの、うん、で、車運転してた山ちゃんやんなはいうん、ほんで、その中で滋賀のあ、車、おい、あエメイおるぞっつっておい、ちょ待てよっつっておい、車止めろおい、ちょっと、おい、持ってこい持ってこい持ってこいか、のこ、糸のこみたいなあの、次企画で使うやつえ、開けてもいいんすかあ、全然いいよ、それ持ってこいよ、ビリビリビリよし、カメラ回せよし、これで今からエアロ切り刻んでいきます言ったん誰お前じゃダメダメちょ、一回止めて、一回止めてちょっと、や、あれ、やり直すわ俺、喘息なんで、一回病院行くっすわあげやろそれで、ちょ、ここに待ってるんだよハウスダストいいやねちょ、止めよ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 、車行かれる、車行け、止まれおい、止めよ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 こいつ、車強すぎやこれは逃げろ逃げろ行け、行け、行けこれ誰やったん？お前じゃーじゃあ、一回立ちましょう。エミ君、一回だけ立ちましょう。エミ君、一回立ちましょう。お前、ちょ、お前、マジ下がれって。ちょ、下がれ、下がれ。やってるーいくやってるーガチでやっていいやんえぐい。もう。エミ君、これ誰がやったんすか？お前やろうが一回で確認取っていいですかこれちょっと分かりづらくなってるんで一回確認取っていこうかはい、うん、え、そのセメント買ってきたんでこれは山、はい、これお前なお前買いに行ったでこれセメントで髪の毛固められたんがうん、俺やなこれ髪みたいなじゃあこれ考えて実行したん誰なお前じゃー味せんのこれもわかったお前ここで止まってんねんまだこのこれが面白いと思ってんねんやらすねん喉チンコ痛いだけやなお前ちょそれやめてください何がやねんしょめ出す